家具業界がこう縮小してくる中で、いかにしてその石家具はその業績を伸ばされてきたのか、なんかあのコツですとか考え方ですとかノウハウがあったんでしょうか。あのですね、やっぱり時代の変化に対応、ホームユースだけでいわゆる婚礼家具、タンス、長持ち、食器棚、こういうふうな箱物、棚物で育ってきた産地だけども、今の時代はそうじゃなくても足物、ソファー、ダイニング、テーブル、チェア、ね、それからベッド、こういう洋風化ですよ。その洋風化にあのいち早く我が社はもう30数年前からあの手をつけて、だから今の主力のうちの製品っていうのは家庭用にあってはそういうソファーだとかダイニングだセットだとかテーブルだとか、それともう一つね、ホームユースだけじゃなくってうちはオフィスユース、まさしくこのテーブルチェアがこれはダイニングいやオフィスユースですよ。それからホテルとかレストラン用の業務用、言うなればビジネスユース、あるいはねメディカルユースというのをいわゆる病院用の家具というのも相当マーケットが大きいんですよ。それからガーデニング用、家庭用だけから、ね、婚礼のタンス長持ちの世界からそういう近代的なオフィス、あの5つ星のホテル の今から内装まで手掛けていくと。だから時代 その変化に応じたあの必要とされるものを次から次から次に開発していく、だから商品開発を適切にやってきたというのが、まあ、おかげさまで今期創業以来、売上も最高、利益も最高ということが実現できたんじゃないかなと。ぜひね、やっぱり若い人たちはもう素晴らしいエネルギー力があるからね、それを発揮するためには精神的なきちんとしたね、あの心構え、バックボーン、これが必要なんだな。日本人としての魂というか自信と誇りというか、それの原点はですね、端的に言うと武士道に尽きる。日本人が日本人らしい道徳観、倫理観も含めて、あの伝統的に日本人がもう DNA の中にまで入り込んでおるというのは、この武士道の精神であり魂、これを最近の若い人たちはね、戦後のね、もう本当に日本をあの貶める教育、自信をなくす教育、ね、日の丸を尊敬しない、皇室を尊敬しない、ね、国家を疑わない、こういう本当に日本人としての骨抜きにあのされとるから、やっぱり日本人としての自信と誇り、日本という国は素晴らしい国やと、ね、素晴らしい伝統文化があるんだと、そしてそれを持った上で今後の展望は開けるわけ、それがなきゃ展望は開けない、浮き草、日本人というあのこの我々の祖先に対する自信と誇りを持たなきゃ、これを若い人に、だからね、まあ、勉強するのはまず古事記勉強生で古事記、ね、それからあの古典をよく読みなさいと、そして論語ぐらいはもう素読をやって、マラン記しないと理屈はわからんでもいいけど、論語やったらね、きちんとしたあの倫理観、道徳観がわかるわ、ね、それと武士道、あの絶対やっぱ負けるなって、嘘つくなって、弱い者いじめはするなと、この3つ、これが武士道の魂というのはこの3つです。これを若い人たちはもうぜひ、それが自分自身に自信を持つことになっちゃうわけ。国に自信がなくて、なんで自分自身が、国はへなちょこでさ、自分だけは自信と誇りがあるなんていうのがありえない、ね、そういうことを若い人にはあの心がけて身につけて、あの日本人として自信と誇りを持って世界に羽ばたいてほしい、ね、英語喋れんでいいって、もう中身のねえやつが、日本の伝統も歴史も文化も古典も知らねえやつがペラ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 英語喋るから、日本人じゃバカかってなめられるわけ。だから喋れんでもいいから、日本の伝統文化というのはきちんと知っとかないか。まあ、若い人は、うちの若い社員もものすごく自信と誇りを持ってやってくれております。若い人にはすごい力がある。ぜひあの
日本国の明日は若い人たちに嫌がおうでもかかっとんだから頑張ってください。お願いします。ありがとうございます。関社長、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。